久保建英がリバプールの新戦力候補に？専門メディアが獲得を推薦する理由とは？リバプール専門メディアが、ユルゲン・クロップ監督率いるチームに、サッカー日本代表ミッドフィルダー、久保建英の獲得を推薦した。久保の解除金が85億ならお買い得。金がないスペインのレアルやバルサが金を出し渋ってる時にプレミアのビッグクラブがサクッとさらってくかもね。バイエルンがいいな。最近リバポメディアが日本人選手トレトレってうるさいのは何か裏でもあるんか？三笘、鎌田、久保みたいなかなり上積みレベルだけじゃなく、中村、松木、三田、細谷と代表に呼ばれたことすらない選手の名前も立て続けに挙げてるし。左利きでやれるポジション多いのは強みだよな。美もうまいので前線だけじゃなく中盤としても計算できる。どこのチームも欲しい人材。どうせ冨安みたいな使われ方で全然成長できんくなる。リバプールファンには申し訳ないけど、リバプールはまた暗黒期に戻ると思う。